ていうか、もう喋るよ、今。いっぱいいっぱいになってる。なんでかっていうとね、実質もですね、我のライブに、まあ、しょっちゅう出てるけど、演奏は久々なんで、ほとんどこの現場で、あーって出てきて帰っていくっていう。そう。やってやって。そしてね、今日の演奏次第で、もうこのジスさんが我々ダイナボックスのステージが消えるかどうかかかってますからね。公開オーディションです。そういう悲しい思いの秘めた感じの演奏を聞いていただきます。頑張れよ。あ、声かけてる。頑張れって一つですね。声かけていただきます。だってさ、泣いてる人いたもん。うん、泣いてる人いた。すいません、先ほどですね、あなたの涙腺が緩んだのを僕は見てたんですけど、なんで髪が出ちゃったんですか。もう、あ、今もうこの辺に、もう涙が理由なんでしょう。素晴らしい踊り、惚れました。素晴らしい踊りだよ、リッツさん。リッツさん泣いてる。出た、いいんだけど、いいんだけどさ、顔ちょっとさ、違うから、人気なんだから、そう。この気持ち、誰に伝えたい。この気持ち、何伝えたいですかね。浅野さんです。なんで浅野さんなのか分からないけど、浅野さんですね。分かりました。浅野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。